今日のお題はタマリロだよ。タマリロ、なんか民族楽器みたいな名前をしている気がするね。タマリロは果物だけどね。それじゃあ説明していくよ。タマリロはナスカ・ナス族の常緑小木だよ。原産は中南米で、今では南米のアンデス山脈周辺や東南アジアのインドネシア周辺で栽培されているね。ナスカで果物ってなんか珍しい感じがするね。赤くて見た目とかはトマトに近い感じだよ。実はトマトもナスカ・ナス族だから、このタマリロと近縁種なんだ。だからタマリロはコダチトマトやツリートマトと呼ばれているね。なるほどね。ちなみに味はどんな感じなの？トマトのような味にキウイフルーツのような酸味、マンゴーやパッションフルーツのトロピカルさがあるようだよ。トマトに似ているもので甘いものだから、フルーツトマトに似たようなものなのかな。